2010年のですね、6月2日です。いよいよヨハネスブルクに着きました。現地時間で7時15分、朝の7時15分ですね。こちらで早速ですね、FIFA クレディデッドデリーゲイツっていう感じですね。どういう意味でしょうね。はい、サウスアフリカ、ホームアフェア、いやー来ましたよついに。バンコクまで、飛行機で6時間、そしてバンコクからこちらに11時間、合計17時間かかりますね。あ、どこの選手ですよ。おお、どこかの選手、どこ、イタリア、あれすごい、もう早速見ましょう。どこかの選手です。アルゼンチン、もしかしてメッシがいるんじゃない、あれ。お、早速アルゼンチンじゃないの、あれ。すごい、違うチームか、聞いてみましょう。同じところに並ぼう。Which country? アルゼンチン？ウルグアイ。ウルグアイ。ああ。ワールドカップ。ああ。I come from Japan。ウルグアイのチームの人たちと早速合流です。ウルグアイ、誰だっけ？チラベルト？違う。なんだっけな。チラベルでパラグアイ。パラグアイ。パラグアイでした。ウルグアイ、誰だっけな。誰かニュースと見てる人がいれば教えてほしい。チラベルトはパラグアイでした。あ、ウルグアイの選手たちと早速合流です。そう。Your position, where is your position? Your position. Center back? Midfielder? こういう時に選手の名前知ってないとね、仲良くならないですね。ウルグアイのチームの人たちでした。早速、そうか、ワールドカップだからいろんな人来てて当然ですよね。はい、ヨハネスブルグの、空港からでした。ちょっと皆さん寝ぼけてますね。あ、もう早速ワールドカップっぽいイメージがね。そうか、ここで今日あたり待ってると合宿で入ってくる人バンサが来るんです。空港で待ってる方がありかもね、下手に移動するよりも。はい、ヨハネスブルグでした。